どうも実様です。一人だけでも種馬兄弟です。どうも実様です。総統戦か。はい、今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、ちょっとねキュベレーに乗ってみたいと思いましてね、キュベレーの強化してたところですね、戦友さんが誘ってくださったんで、ボコボコのサイトで、キュベレーで出撃しますっていう話してたんですけどもね、見てなかった。相当戦や思わなかったほぼ過去1回だけかな、使ったことあるんですよね、無強化で。確かおっしゃ、あ、アシスト、不評めっちゃ減ってる。何ができるかな。まあ、よし、当たった。装甲強化にまでとりあえず作れたんで、出撃してみました。えい。えい。当たんねえかな。お、当たった。あー、俺も当たっちゃったよ。ふいーんと。まだね、どう使っていけばいいのかちょっとよくわかんない状態でして、危ね、おっと、えい、あ、外れた。なんか違う人にすごい狙われてる感がある。よし、どうやって倒せてるのか自分で分かってないな。おっしゃバーストシュートのあれですね、一斉射撃みたい、一斉走射はかなりダメージ出ますね。機動強化ぐらいやったらほぼ持っていけます。うわ、動けねえ。どうなった。ああ、ジャスがされてましたね。うん、ちょっとは皆さんの役に立てればなと思いますけど。外れた。あっちだね。総統戦行ってる人多いんでしょうかね。次のランクマッチがね、総統戦ということでね、かなり集中力使いそうな気はしますけど。なんか当たった。まあ大変な総統戦ランクマッチになるんじゃないかなと思いますけどもね。皆さんはどんな期待で行く予定ですかね。実様はもともと予定してたのがね、バルバトスだったんですけども、もっと総統戦ということでね、どうなんだろう。今猛威を振るってるユニコーンとかは若干減るんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょうかね。あ、死ぬ、こいつ。視野つけてくれましたね。いけ、ファンデル。おっと、いけ、ファンデル。うん、ミリ削りにあれですね、サブの弱いファンデル弱いファンデルがね有効ですね。結構追っかけてくれるんですね。あとはもうこういうのにはね、この特殊2みたいな、特殊2のファンネルとかで追っかけて逃げ道なくして、ピピピピっていうのがねかなりええ感じですね。うぃー、キュベレかっこいいな。色塗りたいですね。うん、うまいこと連携取れると非常に強い気がするな。遠い、ありゃー、ちょっと無理だな。なんか当たれ。なんか当たった。何当たったんやろ今の。サブかな、特にかな
この辺にどこだろう、もう一体出てくるはず、出てきた。よし、気づいてなさそう。くれ、おっしゃー、はい、勝てました。うん、まあ一応ね、戦友さんもおられるんでね、チーム的には強かったんじゃないかなと思いますけども、初めてじゃないか、あ、まあ強化して初めてキュベレー乗ってみました。うん、まだまだね、使い方によっては現役ですね。 QOS っていうことなんでね、まあ走行でも若干攻撃力が上がるとかいう利点もありますけどもね。うん、まああんま前出る機体じゃないんで、ショーからワンチャン狙いなんでね、走行じゃなくて軌道2でもいいのかもしれないです。あー、ダメージの方が多いか。うん、まあまあいまいちでしたね。うん、ハイエナしやすい機体でした。はい、ということでね、チームの皆さんありがとうございました。もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。